第1種大規模小売店舗の表示板、搬入口サンモールは、広島県広島市中区神谷町にある、主に若者向けのショッピングモールファッションビルである。また、サンモールを経営している株式会社サンモールの社名である。地元密着型の都心型ショッピングセンター。開店時には、人の流れを八丁堀から神谷町に大きく変える原動力になった。若者向けのイメージがあるが、2階のユニクロはユニセックス系、3.4 階にはカルチャー的な店舗を配している。1948年3月にできた広極商店街を前身としている。被爆者や引き上げ物を中心とした新興商店街で、当時は T 字型の商店街だった。再開発で1972年10月に現在の建物になった。開館当初は広極商店街に出店していた店舗が多く出店。1986年3月に時代に合わせて若者向けショッピングモールに変化した。サンモール開業当初の各テナントは泉サンモール店で1980年6月のブランド変更で泉サンモール店になり、1986年の業態変更までは半分のフロアを泉が占めていた。2013年12月1日以降は地下フロアに食品スーパーの夢マートサンモールが営業している。戦前の1908年に当地に横丁進む商い場が設立されていた。第二次世界大戦の終戦直後に有志が本通り 4.5 丁目復興会を設立。元広末工業より600坪の土地と映画の興行権を買い取り、商店街を設置することを計画。1947年5月に初の本建築の建物が完成。1948年3月に現在のサンモールにつながる広極商店街が誕生。京都の京極にあやかる形で命名された。1954年3月に協同組合に移行。1954年5月時点で49店舗を数えていた。当時の地名は塩屋町だった。当時の商店街にはストリップやピンク映画などを行っていた広江座などもあった。1963年に発行された商店街連合会の紹介ページに広極商店街はセンスのある商店とうまいもの横丁的な食べ物の街と紹介され、近隣に広官庁などを抱える立地条件よりやり方次第では伸びる余地ありともしていた。また、旧西警察署跡地を商店街が使えるように働きかけも行っていた。サンモールになる前の広極商店街は、福屋本店や天満や広島店、復興してきた他店舗などの影響を受け、さらには広極商店街時代の老朽化による集客力低下もあり、伸び悩んでいた。現状を打破し、スーパーや百貨店に自ら対抗するべく自らの手による再開発ビルを模索し、1966年1月に広極ビル株式会社を設立。サンモール広島構想を発表。1967年10月に防災建築概区の指定を取得。1968年1月に広極ショッピングセンターの建築計画がまとまり発表された。当時の計画では15億円をかけ、食品、衣料品の他に、ボーリング場、映画館、劇場などを備えたビルを計画していた。1968年時点で、1969年10月に一時、工事完成、1972年までに全工事を完成させる予定にしていた。1968年9月に仮店舗を着工。同年12月に、旧西警察署跡地に仮店舗が開店した。しかし、土地への愛着や事業費などの負担割合などから調整に手間取り、1969年1月に内部対立が表面化。広島市に斡旋を訴える事態になり、そのことで広島市が建築許可を保留する事態になった。その後、計画変更を行い、1969年4月22日に建築許可が認められ、同年5月1日に起工した。1969年10月30日に、公局ビル側より泉と共同建築計画を結ぶ方針であることを発表。2階から3階のフロアを取得し、8億円を負担すると発表した。泉との正式契約は1971年3月に行われ、地下1階地上5階建ての建物を建築。総工費24億円のうち泉が13億5000万円負担してキーテナントになることが決定。その後、1971年8月に着工にこぎつけた。1972年7月には出店テナントがほぼ決定し、権利者店舗を含む地元から38店、広島県外から70店出店することになった。また、泉は建物の半分のフロアを占めることになった。28億円の事業費をかけ、1972年10月5日にサンモールは開店した。開店時に当時の社長が年商100億円を目標に掲げた。再開発商業ビルの建設は多くの注目を集めた。開店時には1階にエレクトーンなどの演奏ができるステージがある噴水広場。4階には400人収容できるサテライトスタジオを整備した。開店当日は陸上自衛隊によるパレードが本通りで行われた。サンモールのオープンでオープン直後はオープン前の3倍から4倍の通行者数になった。また、1973年3月に開店した広島県発のミスタードーナツは開店時に800人の行列ができた。しかし1973年頃は、広島バスセンターの一時移転、福屋本店や、天満や広島店の改装オープン及び三越、広島店の新規開店で、一時的に業績は伸び悩んでいたが、当店や前年に開店したユニード広島店。さらに、その後建築された、広島センタービルや、ハイライフプラザ第一産業本店など、神谷町地区が、八丁堀地区に匹敵する商業地区に発展することになった。1973年頃には東側電車通りに第2ビル構想が存在し、さらなる面積拡大が実現していた可能性もある。1977年10月には名称の定着を理由に運営会社の社名もサンモールに改めた。キャラクト館1983年12月に改装計画を決定。10億円を投じて、フロア構成の明確化、若者向けの店舗構成への転換など打ち出した。当初は1985年3月完成予定にしていた。1985年10月に詳細計画がまとまり、テナントを新たに20店舗から30店舗増加。泉部分は検討中とした。1986年1月に、泉部分について、食品売り場については単身、OL 向けに少量化。各階の衣料品売り場の客層の明確化。5階を賃貸スペース化。泉のファッションビルの実験店に位置づけることが決定した。これらの改装で、泉の量販機能と専門店が分散していた形をインショップ化した。1階にはメッセージギャラリー、5階中央部には、コミュニケーション広場を整備した。シティバザールのキャッチコピーも付けられている。改装費15億円をかけ、1986年3月14日に新装オープン。初年度の売上目標は120億円に設定した。また、同年に別館のキャラクト館を建設した。1989年にはピークとなる年商112億円を達成した。2003年6月に広島 FM の優位スタジオが5階に設置された。2013年には神谷町ブルーベリー園を整備した。一時期の売り上げが年間50億円程度に落ち込んだ年もあったが、2005年及び2007年の改装以降は年間売上60億円に回復している2016年12月13日、神谷町2丁目2番地区市街地。再開発準備組合が再開発計画を発表。サンモールの建て替えとともに、周囲に店舗や事務所等の入る複合施設を建設する。完成は2024年度を見込んでいる。現店舗は2017年2月3日に公表された、広島県の耐震性能調査において、震度6強以上で倒壊または崩壊する危険性が高いと危険性が指摘されていた。現在のフロアマップは公式サイトを参照のこと。中国新聞記事に基づく。中国新聞の全面広告に基づく。中国新聞の全面広告に基づく。現在のテナントは公式サイトを参照のこと。1フロア以上を占めるテナントは、開店当初からの各テナントであるイズミが運営する、ゆめマートサンモール及び、2階のユニクロがある。1階にあるミスタードーナツは、広島初出店の店舗で、イズミがフランチャイズを取得して運営している。1999年から2009年まで HMV が2階に出店しており、一時撤退していたが2014年に旧丸高跡地に再進出した。また、2011年から2014年頃まで住吉屋の本店所在地にもなっていた。エディオン、広島本店本館の建て替え工事中、1階に一部売り場が移転して営業していた。創業40周年記念事業及び屋上緑化の一環として、屋上の従業員用スペースを利用し、日本初の都市型ビル屋上のブルーベリー園、神谷町ブルーベリー園を2012年11月より整備を開始。2013年6月29日に開園した。広報大使、摘取娘として、広島を中心に活動する MMJ のサブリーダーでもある歌手の淵上里奈を迎えた。イメージソングの歌詞、衣装デザインは公募され、歌詞の最優秀作が採用されたイメージソング、あなたに届けたいの CD が7月3日にリリースされた。2014年も行われる予定。スージーカンガネがデザイン。岩本健一が CM 制作したスタンとチビスタンがマスコットキャラクター。両社は2007年より担当している。スタンは2007年夏より、チビスタンは2010年夏より使われている。公式ホームページ上では2人の4コマ、漫画も連載されている。公式サイトを参照のこと。ABC 当時の西警察署は名称変更し、現在は移転して、広島中央警察署になっている。その跡地には、広島県民文化センターが建っている。同時期に、泉自身により、広島市内の泉1号店を改装した、ウィズ・ワンダーランドが1985年11月に、1987年に、キャスパが福山市に、1989年に、フィッツが岡山市に、既存店舗を改装した、ファッションビルが開店している。ありがとうございます。